ゲーム内で死亡すれば現実でも死ぬという痛ましい事件を引き起こした VR ゲーム、ソードアートオンライン。この事件後、VR ゲームは衰退するかに見えたが、運営パッケージザ・シードの登場により、かつての映画を取り戻し、安全な VR ゲームが数多く作られていく。その中でひときわハードな世界観と、剣ではなく銃を用いた対人戦でコアな人気を博する VR ゲームがあった。不毛の荒野に轟く銃声が乾いた疾風となって吹き荒れる。そのゲームの名は、ガンゲイルオンラインにログイン中の皆様にお知らせします。本日14時よりチーム対抗バトルロイヤルスクワットジャムが開催されます。1チーム最大6名、全23チームが出場。荒廃した世界で生き残るのは果たしてどのチームか。妙に気合が入ってるな。神崎エルザのライブチケットが取れたらここには来ないつもりだったけど。取れなかったんだな。だからやってやる。頑張ろうね、ピーちゃん。スクワットジャム、ゲームスタート。私の格好が目立つから。そうだ、森を抜けるまで被っている。 P90 はポンチョ越しに撃って構わない。地図を確認する。私たちの位置はここか。1キロ圏内に敵はいない。北と東は無視していい。どっち行く？ M さん、真南へ向かう。都市部を使いたい。10メートル間隔でついてこい。了解、ついてく。止まれ、しゃがめ。 5.56 ミリクラスのアサルトライフルだな。サブマシンガンを使っているやつもいる。わかるの？ああ、互いに有利なポジションを狙い、運悪く勝ち合ったんだろう。西の森だ、そう遠くない。なるほど。この先はゆっくり行く、レン。先に立て。この方角だ。ずれ始めたら指示する。了解。バッタリと敵に会いませんように。 M さん、銃声が消えてる。こっちに向かってるとか。無駄な詮索はするな、進め。あの木の陰に敵がいたら、もう狙撃銃に狙われてたりしたら。あんま、来るなら来やがれ。
後ろにいる。え、間もなく9分だ。サテライトスキャンが開始されたら敵にレンの位置がバレる。だから距離を空けた。そうか、位置がバレるのはリーダーだけだから。スキャン直後、運悪くすぐ近くに敵がいたら間違いなくレンを襲う。そうなったらとにかく派手に撃ちまくって気を伝って交代しろ。俺は左側に回り込んで追ってきたものを狙撃する。私はおとりか。ひどい作戦だ。レンはスキャンを見なくていい。周囲を警戒しろ。了解。あ、Mさん、敵発見。スキャンまであと30秒。できる限り説明しろ。高速道路の向こう、街の中、多分200メートル以上向こう。落ち着け。何人見える？銃は？最低5人。銃はわからないけど小さくはない。瓦礫の陰にいて。今全員が止まった。どうする？うーちゃん P90 でその距離は無理だ。今スキャン開始だ。そこで待て。せっかく先に発見したのに。どうしよう、どうする。確認した。都市部と高速道路の境に1チームいる。距離は200メートル強。他には？大丈夫だ。すぐに戦闘になりそうな距離にはない。そろそろのはずだ。そろそろ何ですか？何でもない。そのままでいろ。速射連射走射降射乱射。弾ある限り撃ちまくる。それが我ら全日本マシンガンラバーズの生き様よ。ヒャッハー。なあ、おい、射撃。さっきはあえて言わなかったが、スキャン時、奴ら以外にもう一チーム戦闘に参加できる距離にいた。その人たちが襲ったってこと？ああ、マシンガン連中はスキャンを見てまだ距離があると思ったか、近すぎるレンに驚いて見逃したか。どちらにせよ迂闊だったな。じゃあ M さんはそれが分かっていて私をおとりに使ったってこと？そうだ。そうだって。しばらくここで様子を見る。マシンガン野郎は5人、3人はもう死んでいる。あの2人、こっちを全然見てないよ。撃っちゃえば。ダメだ、今はこちらからは攻撃しない。来たぞ。左側の大通り、逆さになったバスの影。いい動きだな。連携が取れてる。4人？いや、もっといる。どうして見えるの？どこ？まだ見つけられないが、あいつらは2人のいる場所に向けてほぼ最短でしっかりと身を隠しながら進んでいる。ビルの上から4人に指示を出しているんだ。おそらくあと2名、間違いなく狙撃銃を持っている。マシンガン連中を撃ったのもそいつらだ。いないよ。簡単に見つかるような場所にはいないさ。銃や身を出して撃つのはスナイパー失格だ。しかし6人しかいないチームを分割するとは
勇気ある作戦だ。躊躇なくそれができるチームは強い。あの二人やられるぞ。ダメだ。一人だけなら倒せるが、残りには隠れられてしまう。ここはやり過ごす。連中は俺たちが森の奥に撤退したと予想しているはずだ。4人が動いた。いたぞ。外壁が沿ってるデザインのビルを見ろ。何あれ、すごい。ラペリングだよ。ロープによる懸垂効果。あんなスキルあったんだ。欲しいかも。連中はちょっと違うな。 GGO 内のラペリングスキルではあそこまで素早い効果はできない。やったことがあるからわかる。じゃあゲームで得たスキルではなく、あの連中はリアルでラペリングができるということだ。すごいね。登山家なのかな。だったらよかったんだがな。 M さん、その口ぶりだとあの人たちのリアルがわかってるようだよ。予想だが、丁寧で統制の取れた動きと素早いラペリング、多分あいつら戦闘のプロだ。プロ？文字通り戦うことでお金をもらっている人たちだ。警察もしくは海上保安庁の特殊部隊か自衛隊員だ。何それ、ずるくない？遊びにプロの出場禁止。別に禁止のルールはなかったはずだ、うん、GGO を訓練の一部に取り入れていて、腕試しにスクワットジャムに出てきたとしてもおかしくない。どうする？あの人たちを倒さないと都市部に陣取れないよ。あんなの相手にして勝てる？無理だな。そんなあっさり。ならどうするの？これからどうするの？レンは運がいい方か？はい。これまでの人生幸運に恵まれてきたか？どうだろう。いや、うん、私はラッキーだったよ。ラッキーガールだよ多分。いいだろう、その幸運にかける。次のスキャンはここでチェック。運が良ければすぐに動き出す。動くって？さっきの派手な戦闘音で別のチームがだいぶ集まってくるだろう。そいつらはプロチームに任せ、俺たちは一気に高速道路を走り抜ける。都市部の潜伏は諦めて中央の居住区へ向かう。なるほど。10分以内に接触しそうな3キロ以内の敵は脅威になる。全滅は7、残り16チーム。プロチームの近くにマークが3つある。運がいいな、俺たちは。そして連中は運がないな。じゃあ、ああ、不運な3チームに任せて俺たちは走るぞ。光線が始まった。よし、行け行け行け。また私がおとりなんじゃ、チームリーダーなのに扱いがブラックすぎる。なんとか生き残れたか。おい、誰か近くにいるか。おお、生きてるぞ。あ、どこだ。無事か。合流して逃げるぞ。ああ、そりゃ無理だわ。だってよ、俺はよ敵だからな。バカだな、
仲間の状況は確認できたろ。つかこっちも俺一人やったぜ。ギョフノリチーム同士が潰し合った後で美味しくいただく。これぞバトルロイヤルの醍醐味ってやつだな。ブラボー、チャーリー、デルタ、全滅を確認、損害なし。了解。次のスキャンをここで受ける。全周警戒しつつ指示を待て。さっき高速道路を猛烈な速度で走ってたピンクのやつとでかいやつ、どうします？なんとかなったな。撃たれなかったね。ああ、次のスキャンはもう始まる。準備を。砂漠エリアでは全滅が8つ。物理的に優位な中央の遺跡を取り合った結果だろう。すごい。プロチームの実力がか。 M さんの予想も。居住区来るぞ。いない。よかった。スキャン終了。全滅したチームは累計15、生き残りは8チーム。俺たちは運がいい。 M さん、私たちの次の相手は？まず森の2チームは近いが無視する。意地を張って睨み合っているようだ。お互い待ち伏せ中で待ちぼうけ中ってやつ。こいつらが森のチームを後ろから叩いてくれることを期待しよう。沼地の宇宙船のチームは有利な場所にいるから、よほどのことがない限り動いてこない。ふむふむ。砂漠と荒野の2チームだが、こいつらは正直言って予想がつかない。特に遺跡に近い方のチーム、遺跡に入って陣取ってもいいのになぜそうしない。それは私も思った。それでもひとまず次のスキャンまでは無視できる。問題なのはやっぱりあのプロ。目的が優勝ではなく戦闘経験を積むことなら、ずっと待ち伏せている可能性は低い。必ず出てくる。でも強いんでしょ？勝てないんでしょ？だがうまくいけばあいつらに勝てるかもしれない。おお。それには小さくて俊敏なレンの力が必要だ。いいよ、何でもやるよ。作戦を教えて。よし、まずは距離がある。移動が必要だな。全員に告ぐ。次の10分で居住区に移動する。高速道路上で確認したのはデザートピンクのチビと大男の2名のみ。武装は確認できていない。スキャンまで40秒。停止。全周警戒。スキャン開始。うん、近いぞ。マキタ、80メートルの位置。見えません。こちらも目視できません。発見できません。交差点に車両なし。進め。了解。しない。マンホールの下の可能性が高い。注意せよ。到着。交差点内にマンホールは見えません。こちらも発見できず、現在北西を警戒中。敵の姿はない。北東警戒中。穴も敵も発見できず。北を警戒中。同じく敵影なし。まさかとは思いますが、スキャンのエラーでは。システムエラーの可能性は著しく低い。その交差点に見えるもの全てを伝えろ。ひび割れたアスファルト、倒れて錆びた自転車、車のタイヤがホイールごと一つ横倒しに、倒れている木の幹が2本、スーツケースが1つ、空き缶が1つ、いや3つ。歩道にスーパーのカートが1台。何も乗っていません。地面に穴はありません。何度見ても確認できません。
全員スーツケースを撃て。死体を盾に使え。スクワットジャムのルールでは死体は現場に残り破壊不能オブジェクトとなる。ちっちゃすぎだろ。撃たなくていいよ。潮時ですか。あれは人間の素早さじゃないな。参考にならないな。よって本訓練はここまでとする。